地前 OS 採用のスマートウォッチゼンは、リモファンデーション、リナックスファンデーション、サムスンが主導するゼンプロジェクトによる、スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、スマートテレビ、EV をオ,オペレーティングシステム。異なるデバイス上で、共通のユーザー体験を提供することを目標とした、オープンソースのシステムである。2021年5月18日、Google i。 O において、ウェア OS との統合が発表された。知前は2011年9月に、モトローラ、NEC、NTT ドコモパナソニックモバイルコミュニケーションズ、ボーダフォン、サムスン電子の6社でなるリモファンデーションで開発を行っていた、モバイル OS であるリモプラットフォームとインテルが進めていた、モバイル OS である名語と合流したことにより始まり、その後、サムスン電子が、 リモファンデーションとは別に開発をしていた、モバイル OS であるバダも非公認ではあるが、知前プロジェクトへの統合も表明された。名簿のプロジェクトはもともと、インテルとノキアが中心に開発を進めていたが、ノキアが Windows4 に注力することを決定したため、同プロジェクトが中に浮き、インテルは知前と合流したと言われる。事前プロジェクトは、Linux ファンデーション内にあり、 サムスン電子、インテル、NTT ドコモ、オレンジを中心に構成されたテクニカルステアリンググループが行っているほか、アクセス、パナソニックモバイルコミュニケーションズ、NEC カシオといったリモファンデーション参加企業もこの取り組みに協力している。チゼンアソシエーションはリモファンデーションの後継組織であり、アメリカ、ニュージャージー州に本社を置き、サンフランシスコに事務所を構えている。 地前の産業上での役割と地前の教育を先導する目的で設立され地前を利用したビジネスモデルや要求仕様、開発者向けのツール、アプリケーション展開、セキュリティ開発を担当している。地前はソフトウェア開発キットとアプリケーションプログラミングインターフェースにより、開発者は HTML5 や関連ウェブ技術を使用してマルチデバイスに対応したアプリケーションの作成が、 可能となる。その結果事前ユーザーは OS、アプリケーション及びユーザーエクスペリエンスをデバイスの違いを意識することなく利用できるようになる。さらに JavaScript と JQuery といった HTML ベースのアプリケーション、開発ツールも提供しており、バージョン2.0で C、C によるネイティブアプリケーションの開発が可能になった。 市場調査機関のストラテジーアナリティックスが2017年5月13日に発表したスマートフォン OS の世界市場占有率を分析した資料によれば2017年第一四半期の地前の占有率は 0.0%2015 年は 0.2%2016 年は0.1%の占有率だった地前の開発体制は 大きく技術グループとビジネスグループの2つに分けられており、全社を Linux Foundation 並びに地禅プロジェクトが、後者を知禅アソシエーションが担当している。地禅プロジェクトは Linux Foundation に所属し、地禅の開発や公開、各種デバイスをサポートするワーキンググループの作成など、プロジェクトに関する全ての技術的課題に取り組んでいる。 2013年2月26日、ファーウェイテクノロジーズの TSG への参加が発表された。知前アソシエーションは、知前の産業的役割を主導するために組織された、非営利コンソーシアムである。知前やアプリケーションストアが備えるべき要求仕様を、経営戦略的視点から集約し、技術グループへ伝達する。また、産業パートナーシップの構築。 サービスモデルの選定、全体的なマーケティングや教育などを行い、地前の市場展開に努めている。2016年5月現在、地前アソシエーションの議長は NTT ドコモが務めている。地前アーキテクチャは以下の4つのサブシステムによって構成されている。地前のサードパーティー開発者向けのソフトウェアフレームワークは、蒸気ウェブフレームワーク及びネイティブフレームワークの2種類から、 なる。開発言語は、Web フレームワークでは、HTML5、JavaScript などが、ネイティブフレームワークでは C、C が使用される。Web フレームワークを利用してパッケージングした場合、W3C、パッケージド Web アップスになる。事前、SDK は公式サイト上の開発者専用サイト、事前ストアセラーオフィスで、一般に公開されており、Eclipse ベースの統合開発環境、 エミュレータ、コンパイルツールチェーン、サンプルコード、ドキュメントなどを含む。知前 SDK では、知前の特徴であるネイティブアプリと HTML5 ベースの Web アプリの双方の開発方式をサポートする。知前 SDK の対応 OS は、Ubuntu、MSWindows、MacOS である。オープンソース OS として公開されているが、事前2 X は、 複雑なライセンスモデルをしている。SDK はオープンソースコンポーネントで作られているが、SDK 全体は事前 SDK ライセンスで公開されている。OS 自体は多くのオープンソースコンポーネントからなる。サムスン内部で開発されたいくつかのコンポーネントはフローラライセンスで公開されている。車載、インフォテインメントとは車中における情報と娯楽を提供する。 ソフトウェアスイートのこと、ありがとうございます。